お、バツーさんはどつー。おはよう。今起きたわ。ぐっすり寝たわ。おはよう。おはようございます。よく寝たわ。はい、ワドツー、ハチいらっしゃい。ハチおはよう。はい、ワンドツー、たくみさんおはよう。ざまーす。ルージュワードツー、いらっしゃい。いらっしゃい。はい、ワードツー、ドジーさん、ニアさん、ワードツー。楽しんでいってください。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんが、ドジーさん、フォローありがとう。はい、ワード2、みさきちゃんいらっしゃい。恥ずかしい。だってずっとやってんだもん、俺。フォローしてくれた人はさ、読み上げてんの。それが俺のスタイルだから。おい、ほべちゃんまんさんいらっしゃい。ブースカさんはどつ、楽しんでいってください。おい、カズさんいらっしゃい。ワードツー。知ってるけど言われないと思ってました。言いますよ、僕は。全然言いますよ。
レクチ何やってんのかな、今。寝てっかな。お、ロジンさん、カイロありがとうございます。はい、ワード2、桜子ちゃんいらっしゃい。マリモさん、その人の話題出さないでください。今日何したの？寝てた。ぐっすり寝てたわ。寝てた、寝てた。なんか、なんだっけ、ブラックラグーンか。ガンダムオルフェンズ見てるよ。もう17話ぐらいまで行ったよ。ガンダムオルフェンズ。はい、ワード2。マキルさんいらっしゃい。いつもありがとう。マキルさんいつもありがとう。さて。レクチに電話してみよう。お疲れ様です。寝てた？そうですね、寝てます。 俺も今起きた。ごめん、誘っといて。ああ、いや、全然大丈夫です。今日全然いつでも。はい。いどんな感じなの、今や、今日いますね。え？ 今日いますよ。暇？じゃはい。あさ、どうしようかな。行きます。来れる？じゃあさ、俺さ、予約の時間さ、聞いてみるからさ、はい。ああ、了解です。それで折り返すわ。何時頃でもいいの？何時でもいいっすね、今日は。もうん、オッケーオッケー。う、終じゃあ、電終ま電では、はい、大丈夫オッです。ケー。オッケー、わかっはた。い、終電、大丈夫です。片道どれくらいだっけ？片道1時間ぐらいですかね、多分。そのぐらいで。11時に終わる感じでも大丈夫？間に合う？大丈夫ですね。あ、本当に？10時大丈夫です。はい。じゃあ、なんか予約空き見てみるわ。ありがとうございます。うん、じゃあ折り返はしい。ます。了解です。ありがとうございます。はういっす。い。お疲れ。しまーす。優しい声だな、相変わらず。アニメのキャラクターみたいな。ああ、大丈夫です、つって。いいやつだよな、ほんと。よし、スタジオ入ろう。風船プレゼントありがとう。昨日は肖像権、著作権の話、勉強になりました。そう？うん、ありがとう、そう言ってくれて。ちょっと電話してみよう。どこだ、何番だっけな。バンド組んでるんですか？まあ、バンド組んでるんですかっていうか、まあ、バンド組ませてるよね。俺クラスになるとね、やっぱり。そういう男ですよ。組むな、組ませろ、ですよ。初見さんいらっしゃい。うん。ペイさんのところから来ました。お邪魔します。おお、ペイから来てくれたんだ。嬉しいわ。ペイ頑張ってたね、前回ね。うん、かわいいよね、あいつ。いらっしゃい、ワドです。よろしくお願いします。楽しんでって。俺ペイ好きだよ、結構頑張ってる、あいつ。うん、ペイ好きです。うん、スタジオ。うん、スタジオ、スタジオ、あれ？
風船ありがとう。あ、すいません、今日ってスタジオの予約できますか？何時ぐらいからどれくらい、個人練習なんですけれども、はい、21時、9時から、はい、9時から何時までって空いてますか？あ、じゃあ9時から11時の間個人練習2人で予約してもいいでしょうか？あの、この前使った、あの、近所に住んでるって言った和道っていうものなんですけれども、はい、登録してないかな、島津で登録したかな、はい、では9時からお伺いしますので、よろ、はい、よろしくお願いいたします。あ、もしもし、はい、失礼いたします。よいしょ。あ、たまに潜ってくれてたんだ。お、ゴンタさんいらっしゃい、風船ありがとう。予約名和道でしょ。予約名は大体和道か佐野智則で予約してるからね。カラオケとか佐野智則でチェックインですよ。基本中の基本だよね。多分配信者で佐野智則の名前使ってる人かなり多いよ。みんな悪ノリでね、佐野智則でやってるから。うん、和道か佐野智則だね。夏さん、こんにちは。うん、よいしょ。いや、佐野智則基本使うのは結構基本中の基本だよ、配信者は。これマジな話だから、みんな使ってるよ。ここ安いんだよ。家の1分、家から近所で1分で、2人だと800円かな、1時間。2人で800円だったと思う。あれ、レクチ出ねえな。じゃあ21時からスタジオ配信しますか。ここはね、個人練習がめちゃめちゃ安くて、あの、アパートの椅子を1000万ぐらいかけて改造したんですよ、この人。で、大変だっつったね。あ、違うわ。個人練習は1100円だ。だから1人550円だね。1人550円。1人550円だ。うん。安いっすよ、個人連でも。新宿にしては安い方。新しいフォロワーさん、あゆさんフォローありがとう。昨日ペイさんドラムエレキ弾いてた。え？嘘？ペイって何、楽器できんの？いや、知らなかったんだけど。ペイって楽器できるんだ。へえ。楽器できるやつ多いね。レクチャー入るんだったら俺ドラムかな、今日は。ギター買ったけど。ギター二人とか面白くねえもんな。意味なくね。やるんだったら多分ドラムだと思うけど。6000円のギターですよ。ギター買っちゃったんだよ。次のページで応答あるまで。え、放送見れてる？なんか止まったっぽいんだけど。来てるよ、応答。
環状線歩いてサイコロおでめだけ進む配信。ああ、やるって言ってたね、企画ね。やるって言ってた言ってた。あれやったんだ。あの企画いいじゃん。俺見てなかったけど。大丈夫？動いてる？なんか、止まったって出たから今。止まった。対応してないとかわけのわかんないのが出たから。大丈夫？ギターの音割れてる？ギターの音割れてる？割れてる？割れてなくね？大丈夫？せっかくね、レクチと初めて入るから今日ギター、スタジオ。オリジナルソング作る？オリジナルソング。
腹が空いたよ。ああ、お腹が空いたよ。レクチンギターを教えてもらおう。もうプロ顔負けでしょ。いつでもプロいけそうな気がするんだけど。いつでもメジャーデビューする気満々ですよ僕は。ドラムね、ドラム下手なんだよね。ドラム下手なんですよ。ギターも下手だし。でも音楽っていいじゃん。新しいフォロワーさん紹介します。マミさんフォローありがとう。マミさんフォローありがとう。楽器っていいじゃん。楽器って楽しいじゃん。バタフライテールさんいらっしゃい。いらっしゃい。配信者バンド、いや全然考えてない。なんかそこにこだわる必要はないかなと思って。もう音出すのが好きなだけだから、ただ単にリスナーさんと一緒に配信をやるだけだね。女の子っていいよな。女の子っていいよね。おっぱい揉み放題だもんね。暇な時おっぱい揉めるもんね。いいな。俺も女の子になりたかったな。やっぱ女の子って暇な時おっぱい揉むの。暇だわーっつって。俺も暇な時おっぱい揉める人になりたいよ。揉まないの？あ、そうなんだ。うん。揉まないんだ。へえ。揉むでしょ。俺が女だったらひたすら揉み続けてるよ、自分のおっぱいを。もったいないよ。おっぱい揉んでこう、もっと。
和道さんが揉んでたら怖い。俺、女だったら絶対可愛くなってた自信があるね。俺は。モテモテだったのね。ギークガールになってたよ、俺は。ギークガール。俺は絶対モテてたと思うよ。レクチ寝たのかな？風呂入ってんのかな？はい。カズさんはゾウさんは性欲モンスターですね。換気中だったかな。換気と歯ブラシ。これ性欲強いよ。
君の名は見ましたか？見てない。面白いわ、君の名は。イーブラ俺が神ださん、みんなも埋まってるビジネスの種を探して見つけろよ。俺はビジネスやってるけど、イーブラ俺が神ださん、ネイチャーメイドのサプリ飲んでるんすね。うん、うん、カズさん、実は私も見ていないのですが、新海さんの映画の情景が綺麗なんで見たいと思っています。あー、綺麗だ。うん、あれフォトショップじゃないの？あれアニメって言ってるけど、背景フォトショップだと俺は思ってるんだけど、フォトショップかトレースだと思ってるね。違うのかな。なんか実写の写真を加工してるようにしか見えないんだよね。違うのかな。間違ってたらごめんね。なんか俺はそんな気がしてる。うまい表現だよね。俺はでも君の名はよりもあっちの方が見たい。なんだっけ、あの戦争のやつなんだっけ、君の名はじゃなくて、あのなんつったっけな、名前が出てこねえや、なんつったっけな、あっちの方が絶対すごそう。なんだっけ、この世界の片隅で、そうそうそう、そっち見たいね。あれ DVD 出たら確実に見ると思う。あれはすごそう。はい、こんにちは、たかやん。いらっしゃい。
君の名はどうなんだろうな。俺はなんかダサくな気がしてならないから、あんま見たいと思わないかな。絶対外れだと思う。俺は好きじゃないと思う、多分。予想ね。なんか秒速なんとかメートルの人でしょ。俺あれ見た時に気持ち悪いと思って、こんなの恋愛じゃないよっていうのが俺の感想だったから。あれはなんかモテない男の妄想だよね。だから恋愛本当にしたことあるのかっていう感じがした。だから恋愛ができない人たちのための恋愛映画だと思ってるから。だよね。秒速なんとかメートルもう爆笑したもん俺。ストーリーもあんま覚えてないし、気持ち悪かったっていう印象がある。主題歌は良かったけどね。トコさんはだつ。いつも探しているよ、どっかに君の姿を。あの歌いいよね。新海誠は背景画の人なので、それを見る映画。ああ、まあそういう見方だよね。うん、でもあれトレースじゃないの。トレースかフォトショップだと思ってるけど。秒速5センチメートルか。うん、絵は綺麗だよね。背景画なんだ、もともと。面白いところ出身だね。はい、こんばんは。高橋さんいらっしゃい。楽しんでってください。YouTube、あのチャンネル復活したんで、もしよかったら YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。過去の動画のあのログは全部 YouTube に残すことにまたしたんで、お願いします。攻殻機動隊の新しいやつめちゃめちゃ見たいけどな。あれ絶対いいよ、スカーレット・ヨハンソン。あ、俺はあれが早く見たいな。攻殻機動隊の実写っていつやるんだろう。攻殻機動隊。あれ見たくねえか。あれ良さげだよ。最初もう絶対外れだって言ったけど、絶対そんなことない。4月公開だってね。
4月公開。旅はなんで移動するんですか？あんまり考えてなくて、電車でもヒッチハイクでも歩きでも何でもいいんじゃねえかなと思ってんだよね。うん。っていうのも、なんか、縛られる必要があるのかなと思ってて。普通にやろうと思ってるね。うん。風船プレゼントありがとう。風船プレゼントありがとう。いつも悪いね、みんな。
闇将軍帰ってこねえな。思ってたよりも遅えな。うなちゃんマンで闇将軍が全然帰ってこないな。もっと早く帰ってくると思ったんだけどな。暇だな。なんか最近コメントがかそりまくってんだよな。やることねえぞ。どうした？元気ないのか？とかに止められてんだろうね。ちょっとでも離れるとコメントが見れない。シャーちゃんおは、シャカおは、おはおは、シャーちゃんおはおは。配信しかないんだからやればいいのにね。何のこだわりなんだろう。やればいいじゃんね。もう配信やっていくしか生きる道がねえんだから、プライド持てばいいのにね。あんだけのリスナーなかなか集まんないよ。出ない。一人で話してるっつうか、話題がさ、もう3年半もやってるとないわけですよ。6000にしてはいい音出るよね。
ダメ出しのプロはペットボトルとも話せると誰かが言ってたよ。できるよ。できるのよ。別にできるよ。喋り続けることは。練習してたのは。でも、それができるのとやるのは別だと思ってんのよ。話し続けることはできるんだけど、それが乗るとはまた別だから。なんか、俺が今さ、生主として目指してるところって、自然ともう会話が途切れない状態を作ろうと思ってて。それはね、一方的に喋り続けるとはちょっと違うんだよ。そう。それをやろうと思ったらできる。正直言ったら。ただ、そのやり方じゃあね、生主として先がないんだよ。ちょっと難しいんだけど、多分配信やってないと分かんないと思う。ドレミファソラシドってなんだっけ？ドって C だっけ？ドって C だっけ？ド。レは？ド。ド。ド。レは？レって D だっけ？ミは E か。ソは？G か。そう。A。あ。C。C はなんだ。C は。C は B。C。秋久さんいらっしゃい。楽しんでて。マッチ、そうそうそう、マッチ大好きなんだよ。Thank you.
上を向いて歩こう。サメちゃんニコ生退避してる。え、そうなんだ。ニコ生行ってんだ。上を向いて、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、ひとりぼ、間違えた、ひとりぼ、違うな、ひとりぼっちの夜、人少ないね。歩こう。イリアいらっしゃい。にじんだ星を数えて思い出す夏、夏の日、ひとりぼっち、ぼっちの夜、幸せ、青空、青空、あるさんいらっしゃい。弾けるかな。ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を。コード見ないで、コード見てる今パソコンで。打ち倒してくれればよかったのに、神様に賄賂を送り、天国へのパスポートをだるなんて、んきなのか。よいしょ。誠実さのかけらもなく笑っているやつがいるよ。苦しんでいるの手を見せせてみろよ。生まれたところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さんそのバスに僕も乗っけてくれないか。日先なら、あれ？ら、こでもいい。わかんねえわ。ごめん、わかんねえわ。適当。いい歌だよね。
生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろう。運転手さんそのバスに僕も乗っけてくれないか。行き先ならこうでもいい。うまいか、うまくはないでしょ。いい声、歌いながら弾きながら歌うの難しそう。まあまあいけてる、うん、ありがとう。今日スタジオ入るんだ、9時から。こんな高いの？君忘れない曲がりくねた道を行く生まれたての太陽と夢を追渡る黄色い砂二度と戻れない。くすぐりあって転げた日きっと想像した以上に騒がしい未来が高えなこれ。僕を待ってる愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。プリーズ、わかんないな。斉藤和義、歩いて帰ろうだっけ、なんだっけ、歩いて帰ろう。じゃ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 だっけ。走る街を見下ろしてのんびり雲が難しいな。おい、うん、泳いでく誰にも言えないことはどうてわかんねえ。バラードになってる。だって難しいんだもん、コードが。あのさ、フォークシンガーとかさ、コードの展開が早いんだよ。グレイのね、 B ラブドはめちゃめちゃ簡単なんだよ。グレイの B ラブドはめちゃめちゃ簡単で有名だぞと。この前フォークギター練習した時に教えてくれたの、リスナーさんが。もうどれくらい歩いてきたのか。街角に夏を飾る暇はあり、面倒な恋を
投げ出した過去を思い出す思い出すたびに切な切なる忙しい毎日に溺れて素直になれぬ中で忘れられてた大切な何かにや優しい日が灯る高えな頭おかしいやつやがてくやがてくんやがてくくるそれぞれの交差点を迷いの中立ち止まるけどそれでも人はまた歩き出すカラオケいいよね巡り合う恋心どんな時も自分らしく生きてってゆくのにあなたがそばにいてくれたらああ夢から覚めたこれからもあなたを愛してるカラオケはストレス発散になるよねソウルラブ止まった手のひらあ、知らない止まった手のひら震えてるの躊躇してこの空の青の青さに心細くなる信じるもの信じるものすチャラチャラめてポケットに詰め込んでから夏草揺れる線路を遠くまで歩いた、うん、心に痛みがあるの遠くで蜃気楼あなたは雲の影に明日の無理出ない分かんない僕の話を聞いて、あ、そうだ。僕の話を聞いてくれ。笑いと、うん？キー違くねえか。話。高光のツイッター本人ですか？それは僕ですね。僕の話を聞いてくれ。笑い飛ばしてもいいから違うな笑い飛ばしてもいいから無
ルースに取り憑かれたら、チェインギャングは歌い出す。キュータありがとう。仮面をつけて生きるのは息苦しくてしょうがない。どこでもいつも誰とでも。フォローありがとう。笑顔でなんかいられない。風船ありがとう、キヨタン。ありがとう。もしも僕が、いつか君と、出会い。あれわかんねえ。リンダリンダ、カポがないんだもんなのかな。バーガープレゼントありがとう。お、風船10個ありがとうございます。ありがとう。ある日パパと二人で語り合ったさ。ある日パパと二人で語り合ったさ。この世に生きる喜び、そして悲しみのことを。違うような気がする。もっと高いのか。命かけてと誓った日から、素敵な思い出残してきたのに、あの時、全然わかんないな。あの時同じ花を見て少しといた。合ってるかこれ。二人の心と心が今はもう通わない。あのノス、まあ難しいな。素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度。
このまま、あ、そうやな、このまま、このまま、どこか遠く連れてって、違くねえか、連れてってくれないか、君は、君こそは、日曜日よりの使者、シャララララ。なんか違う気がすんな。ダメだな、練習しないとダメだわ。このままどこか遠く連れてってくれないか、君は、君こそは、日曜日よりの使者。流れ星がたどり着いたのは、悲しみが沈む西の空、そして東から登る。流れ星がたどり着いたあのは、悲しみが沈む西の空。うめえ。最高。寒くないっていうか、寒いっすよ。寒いんだけど、服着るぐらいだったら寒い方がマシ。服着るの嫌いなんですよ、僕。ゴワゴワして動きづらい。
まあ寒いか寒くないかで言われたら寒いっすね。でも服着るぐらいだったら寒い方がマシ。発達障害の症状の一つなんだって。発達障害の人ってその服着るの嫌いっていう人結構いるらしいよ。なんか職場で教えてもらった。結構あるあるだよそれって。なんて言ったらいいのかわかんないんだけど、苦手なんだよね服着るの。だからいつも同じの着てるでしょ。なんか嫌なんですよ服が。めんどくさい。エアコンついてるよ。ついてるけどまあ寒いっすよ。ついてるついてる。50名さんいらっしゃい。ポリシーじゃないんだよ。生理的に無理なんだよね。ポリシーじゃないよ。生理的にダメなだけ。別になんか服は着たくないとかそういうことじゃなくて、なんかそわそわするんだよね。そわそわする。着てるとムズムズするって言ったらいいのかな。わからないかな、この感覚。
そういう感覚があるんだよね。素材とかで着れない服あるもん。女の子ってめんどくさいですよね。女の子はめんどくさいよ。だって恋愛ってめんどくさいのを楽しむもんだと思ってるから。女の子もそう思ってんじゃん。男ってめんどくさいよねって。めんどくさくなかったら恋愛じゃないでしょ。俺はそう思うけど。めんどくささを楽しむのが恋愛だよ。夏は素肌っつうか、俺寝るとき裸だよ、いまだに。風呂上がりでそう、まあ裸で寝てるけど、素っ裸で。だから T シャツとジーパンがあればいい、パンツと。靴が本当に、靴っていうか本当、服が嫌いなの。何でもいいじゃん、別に着てたら。逮捕されなきゃいいんだから。逮捕されないために着てんだから。別に俺全裸で暮らしていいんだったら全裸で暮らすもん。法的に違法じゃないんだったら。服着る意味がわからない。アスカ時代とか、いやかっこよくない？なんか獣の皮とか羽織るのはかっこいいと思うよ。なんか取った獲物をさ身にまとうっていうのは、俺は発想としてかっこいいから。ああいうなんかドラクエみたいな服着たいよね。布をまといたいよね。服じゃなくて布をまといたい。イエスキリストみたいなさ、わかる？カーテンみたいなのバサッて羽織って、こうベルトで留めて、ゆったり着たい。ゆったりした服が好きだね。なんか体にフィットするのがあんま好きじゃないんだよ。土器とかも作りたいじゃん。いいじゃん、楽しいじゃん、そういうの。俺好きだよ、そういうの。YouTube 登録ありがとう。サンキュー。ありがとうね、YouTube。あゆちゃん。YouTube まだ登録してない人いたら登録してもらえると嬉しいです。今スマホばっかだし、原点回帰は大事かもね。なんか別にシンプルでいいんじゃないかなと思うんだよね。生きるのってそんな難しくないんだけどなっていうのは感じるかな。シンプルに生きればいいのに。シンプルに生きようよ、シンプルに。なんか小難しいこと考えて生きるのはめんどくさいじゃん。泣いて笑ってそれでよくない？シンプルイズベストだよ。断捨離流行ってる。いや俺断捨離とかよくわかんねえかな。物は欲しいでしょあれ文明社会に対するアンチテーゼだよね。ミニマリストとかさ、かっこいいなとは思うけど、なんかストイックすぎて俺には無理だな。物に囲まれていきたいよね。物に囲まれて。物大好きだから。そんなこと言ったらパソコンも捨てないとダメでしょ。断捨離徹底的にやんなら。こんなん雑念の塊みたいなもんなんだから、配信なんか。ね、遊んで暮らしたいとか雑念の塊でしょ。あ、断捨離ってもともと仏教用語かなんかじゃなかったっけ。仏教徒すごいよね。服3着と歯ブラシ、爪楊枝か、爪楊枝とあと宅発のお椀しか持っちゃいけないんだよね、本当は。所有物限られてんだよ、厳格な仏教徒は。服3枚、お茶碗、箸、爪楊枝かな。
しかもあれだからね、布団で寝たらダメだからね、その予備の服を布団にしないといけないんだ。すごい大変だと思うよブディストは。でも一回ね、ブディストもう死ぬ間際の最後の5年ぐらい仏教を目指してもいいかもね。本当の仏教、もう全ての所有物を捨てて悟りの道をね、そういうのロマンあるな。死ぬ、死、余命あと5年ぐらいかなと思ったら仏教徒になるのはありだよね。ニルバーナ和道、基本瞑想で座禅組んで静かに暮らす感じ。そうだね、うん、生きてけんのかな、宅発だけで。あゆたまんさん、風船10個プレゼントありがとう。ありがとう。まあね、全部生きてる情報なんか脳内伝達物質なわけだからね、脳の情報を書き換えることができたら幸せだよね。性欲はそんなになんじゃないのかな。仏教徒って性欲を抑えろっていう規律あったっけ、戒律。別にオナニーとかしていいんじゃないの、仏教徒でも。ダメなのかな、仏教徒ってオナニーしたらダメなんだっけ。していいはずだけど。性欲を抑えろなんか書いてあった、別に性欲を禁止する項目はなかったはずだけどな。体が硬い。体カッチカチだよ。大丈夫なんかな、田舎暮らしは。憧れ、田舎暮らし憧れるけど、結局さ、東京に人が集まってるってことは東京の方が住みやすいんじゃないのかな。俺もなんか四国とかに住みたいなっていう夢はあるけど、なんかこうゆっくり暮らしたいよね、配信しながら。家の農家耕して、畑耕して、そういう生活憧れるけど、どうなんだろうね、生きてけんのかな。やっぱ人が集まってれば集まってるほど面白いんだろうな。だから川崎洋平の生活見てて羨ましいと思わなくなったよね。なんか本人がブータれてばっかりで東京帰りたそう。あれいい企画だと思ったのにね、ダッシュ村みたいで。やっぱね、人と人とか関わらないと無理だよ。ネットがあれば場所どこでもよくない？それはあるよね。うん。ただほら、便利かどうかってあるじゃん。コンビニが近いかとかさ。その、なんつうの。俺もネットがあればどこでもいいとは思うけど、別にうまいもん食いたいし、なんだろう、別に海外でもいいんだよ。うん。だけどなんかそこに住みたいっていうのは、どうなんだろうなと思って。ね、だから本当は旅人になりたいよね。ずっと海外とかで移住しながらネットで稼ぎたいよね。フランスだわ今。フ
フランスパン美味しいわとか言ってたよね。海外移住、別に日本にとどまる理由ないかんね。四国民ですが、場所にもよるけどおすすめしない？四国俺行ったことあったけど、あの松山ってどこだっけ、あれ愛媛松山だっけな、あのすげえ駅前が栄えてるところ、なんだっけ松山だっけな、すげえ良かったんだよね、超感動した。なんか海沿いの海がいいよね。俺は逆に東京をおすすめしないけどな。松山愛媛だっけ。いや四国すげえ良かったよ。うん、飯うまいし。田舎の方いいよ。若いうちはさ、キラキラしたもんとかさ、娯楽とかいっぱいあるから東京の方がいいかもしんないけど、田舎で暮らすってやっぱ憧れだよ。俺らシティーボーイからするとね、シティーボーイだからさ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。